委員会を再開いたします。請願第659号、子ども医療費の義務教育までの無料化を審査いたします。理事者補足説明願います。福井子ども未来、若者未来部長、着席して説明してください。ありがとうございます。請願第659号、子ども医療費の義務教育までの無料化を求める請願についてでございます。 子ども医療費支給制度につきましては子どもたちが健やかに生まれ育つ環境づくりを進めるため子育て家庭の医療にかかる負担軽減を図ることを目的に実施しておりますこれまでから国による補助制度のない中厳しい財政状況でも不祉協調のもと着実に拡充を図ってまいりましたさらに本年9月診療分からは3歳以上の通院医療費の自己負担額をこれまでの3000円から 半額の月1500円に引き下げる8度目の拡充を行ったところです請願では不可市町村との比較に言及されていますが本市は他の不可市町村とは人口規模が大きく異なり制度拡充には多額の費用を要しますとりわけ今回の請願にあります入院と同様に通院医療費を中学生まで無料に近づけることは 現行の事業費の倍近くを要するものであり子育て支援施策を総合的に拡充を図っている中では現実的ではないと考えておりますまた他の政令指定都市と比較し大きく立ち遅れているともありますが通院の一部負担を徴収する18市中ぐらいであり制度全体で他都市と比較しても所得制限や対象年齢が小学生までとする都市があるなど 本のの制度内容が決してて大きく見りりすす。るものではないと考えておりますこうした状況のもとさらなる拡充につきましては今回の拡充の効果や子育て環境の状況を検証するとともに財政状況も踏まえ京都府とも連携を図りながら将来におたって持続可能な制度となるよう引き続き検討してまいりますまた子どもの医療費の負担軽減につきましては本来国の制度として全国一律に実施されるべきものであると考えており 引き続き他都市とも連携し、国に強く予防してまいります。質問以上でございます。よろしくお願いいたします。ただいまの理事者の説明について、何か質問はございませんか。倉田委員。よろしくお願いいたします。えっと、あの、今の、ご説明の中で。また、あ、都市と比較しても、あの、全体では中くらいなんだと。 決して低いわけじゃないというふうなご説明がありましたが、その比較をされた他都市というのはどの範囲のことをおっしゃっておられるんでしょうか。福井部長、あの最初に申し上げましてまあ人口の規模のことで言いますと当然あの福岡のあのまあ京,京都府のあの他のあの市町村と京都市の関係でございます。からあの中ぐらいと申しましたあのことにつきましては。 20ある政令市のうちのまあ本市以外ですねその中のその自己負担あの一部負担を取っておるあの自治自治体の18市の中での比較で申し上げたものでございます小田大。小倉寛はいあのまあこの請願にも書かれていますが、えー、府内で、えー、通院無料の対象が2歳までとこうなっているのは本市京都市だけだという。 これはあ,の,事実でありますこの実態をどう認識するかという観点であのこの請願は出されたものであります。あの確かに他の政令市平均ということはいろんなことでデータ扱う場合がございますけれどもやはりこの京都市そして京都市を含む京都府内のさまざまな経済的な影響環境 そういった状況下においてですねそれぞれの自治体が努力をし合っているとその中において本市は未だ2歳までしか対象とすることができていないと、まあ、この意味合いについてやっぱり議論する必要が私はあるというふうに思うんですそういう意味でいきますとあの府内で京都市だけが未だ えー、通院無料の対象が2歳までにとどまっていると、とどまっているというご認識があるのかどうか、これはいかがでしょ。う福先ほど申しましたように、あのま、京都市において、あの一部負担を、えー、1500円ということで、えー、この9月にあの拡充したところでございますが、ま、その状況っていうことは当然あの、認識はしておるところでございます。倉田 はい、あのちょうどあの午前中の議論の中で、えー、私はあの関心をしました、荒、えー、木市長のご答弁の中で,です、ね、えー、行政がその責任において、東山にある祇園のベビーホテル、その実態を、まあ、実地に赴かれて、状況を把握、確認をされたと、大変大事なことだと思います。 あの本当にあの感心いたしました、でその中でやはりあの衝撃的でありました、あのこういうことはありうることだというふうに私もあの想像はしていましたけれども、日中は認可保育園に子どもを預け、そして夜は認可外保育園に預けるとで、こういう子どもの実態っていうことを見ますとね、親との時間っていうのはどのように持ってているのか、あるいはまあ、 あの私もあの母親の立場でありますけれども、えー、親の立場からしてもですね長時間にわたり、まあ、子どもとの時間を持てずに、えー、暮らすとで働かざるを得ないという実態がやっぱり浮かび上がるわけですよねでおそらく、あのーまあ、ちょっと話が戻るとおっしゃるかもしれませんけれども、えー、しかもですね、えー、保育の無償化についてもですね 日中の認可保育園で無償の対象となれば認可外保育園の保育については無償の対象にならないとそうしますとやはりより困難なよりこれは決めつけてはいけませんが貧困であろうこうした境遇にある方々がなかなか恩恵を受けられないこういう状況がやっぱり私は浮かび上がったと思うんですね。こういうふういふな 状況下にある方も含めてですねせめて子どもがあの病気になったときにです、ね、あの安心して、えー、医療が受けられるようにする、まあ、このことは本当にあの、えー、行政が何をおいてもやっぱりやらねばならない、まあ、そういう私はあの役割だと思いますけれどもこれについてのお考えはいかがでしょうか。久保局長 さきいいまませせんのので私の方から答えさせていただきますが今、例に引かれたケースはその昼も夜も働いているケースでは必ずしもございません。あの夜働いていて昼間寝ているので預かっているという,ようなケースもございますので必ずしも貧困で働き続けてといるケースではございませんし個々のケースについてちょっとこの場でどうかということは。 あの答えられませんが奈良から報告を受けているのはそういうケースで報告を受けております、そしてあのそのことと医療費のことは少しどういう関係でお伺いしてあるのかわからないのでとりあえずあの事実としてその点だけ申し添えさせていただきますご田委員、はい、ちょっと受け止め方がどうかと思うんですけれどもいやあの夜働くために昼、まああのまあ、休息を取るということは、まあ、それはまあ あり得ることとではないいかとも思いますしまあその具,体を具体のケースを元にととにいいうことではございませんしかしそういう生活実態にある子どもの実態があるということをきちっとあの京都市そして局としてつかまれたということがあるということですよね。でそういうさまざまなあの生活環境下に子どもたちの実態はあろうかと思いますけれどもより困難な 境遇にある置かれているであろう、えー、子どもたちの医療をどう保障するかとまあ、そこをやっぱり出発点にこの医療費の無料化ということも考える必要があると私はあの考えるんですけれどもこれは間違っていますかいかがですか久保局長個々のケースとおっしゃいましたが当然その経済的なことについては収入がいくらあるかということもございますのでその先ほど先生が例に挙げられた世帯が必ずしも経済的な困窮にあると いうこととは結びつきませんので、あのその点経済的な状況に結びつけて議論されるのは少し違うのではないかなと思っております。それとあの子ども医療費については先ほど申し上げましたように、あの貧困 対策を目的にするものではなくて子育て支援ということで収入要件を問わずにやっている施策ですのであのそのことを子ども医療に結びつけるというのはない,こないのではないかなと思っております特にあの要件で言いますと一人や家庭医療ですとかそしてあのより困窮度の高いところについては別の制度がございますのでその一律にそのように申し上げあの、まあ、その前提であの議論するということではないのかなというふうに思っております倉田医院。 経済的な問題とあのいうことを論じるにあたり先ほど私があの引用させていただいた事例は少し違うのではないかという、まあ、ご指摘です。ししかしですね まあ、あらゆる状況下に子どもがいるということが1つはこれはそのことで確認ができたということですでそのことはあの大事なことだというふうに私はあの申し上げたつもりですでそういう,う状況下を見た上でです、ね、やっぱり子どもの医療費の、えー、無料化をどう進めるかというやっぱり努力が求められるということであります。あのー、例えば確かに今自己負担1500円 しかし、えー、それを超えたら、えー、区役所に申請をして償還払いを受けることができると、まあ、言いますけれどもね、実際、えー、子育て中の方々の意見を聞きますと、まあ、そんなことを一つ一つ手間暇かけていかねばならんのかと、まあ、本当にあのもっとあの自分たちがそういう手続きを経なくてもですね、 必要な医療が受けられそしてその後速やかに家庭に帰れるとそして少しでもそういうことで時間が取られないようなそういう配慮をしてもらえないのかということが現行の中でもありますしまた事実として例えば医療機関を受診して窓口で医療費を支払うと。 でそこで、えー、薬の処方箋を受け取った場合これ、調剤薬局に処方箋を出すというシステムに乗りますと、調剤薬局は調剤薬局で窓口払いの負担がかかると、でいずれもそれぞれ、それぞれで今、現行1500円までは、まあ、負担が求められるということになっております。でそうしますすといずれもどこの他か要するにジビカや あるいは歯科やいろんなところを受診してもそれぞれ合算してそして1500円を超えれば償還払いができるということではありますけれどもしかし処方箋を出す場合には合わせて3000円までの負担は自己負担ということですからやはりこの、えー、負担を重いと感じるそういうご家庭もあるということです。そしてもう一つは こうした仕組みそのものもですね十分に周知がされているのかといえばまだまだされていませんあの自分のかかりつけの医者のところで1,500円を超えないと償還払いを受けられないというふうに思っておられる方はまだまだ多いんじゃないでしょうかそうじゃないといろんなところを例えば必要に応じて受診をした際にそれぞれの領収書を合算することができるということ自体 基本的なことですけれども、これさえも周知は不十分という状況が私はあるというふうに認識をしています。まあ、こういった今2点申し上げましたけれども、あのこうしたことのご認識はいかがでしょうか。福井部長 自動的に償還払いできるようなというご自身の質問だと思っておりますがこれにつきましては医療機関等から京都市のほうに今回の私どもの福祉医療請求がないケースがございますそういうすべてのデータを京都市ののそで集約するような仕組みになっておりませんので自動的に償還払いをするということはあの。 現状のシステムができない状況になっております。で、また、あの医療機関側でそのデータをまた処理していただくためにも相当な経費もかかりますので、まあ、これについてはあの現時点では現実的な対応ではなくて、ま償、あ、還払いの請求をしていただくという仕組みにならざるを得ないと思っております。で、また、あの周知につきましては、あの医療機関の方にあの協力をお願いしまして、えそれぞれあの掲示もしていただいてます。しま、まず何よりもあの約15万人のあの。まあ、その対象者の皆様方にはあの医療所。 書き換えとしてお配,りを配送させていただいておりますのでその中でそのチラシ等を入れまして啓発をしているところでございますあの周知につきましてはあの私どももあの継続してあの努力をしてまいります以上でございますやっぱりですねあのいずれにしても今の制度のやっぱりここに欠陥と矛盾があるというふうに思うんですね。あのうん、申請をしなければ 召喚受け取ることはできないこの手続きがある以上、やっぱりこうした問題が起こってくるわけですから、これをです、ね、やはりあの京都府が一歩踏み出したときに、実はチャンスはあったと、そのときに京都市も補調を揃えてです、ね、やることができたならば、やはりあの完全に窓口での無料ということが実現ができたというふうに思います。あのー、そういうい意味では やっぱり待たれている制度でありますので私はあの子どもの命を守るとそしてあの安心して子どもを産育てていけるそういうあの施策の推進を図るという立場に立ってぜひ、ね、積極的に進めていただきたいという,うに思います。で併せてあのお願いをしたいと思うのですがさまざまなあの困難な家庭の実態はあ,のあります、本当に。 そうした場合に私ども相談をいただいた方はいろいろな施策の検討を一緒にするというふうにしてますけれども無料定額診療制度についてもですねこれも当然京都市はホームページや広報物にも紹介はしているとおっしゃいますけれども本当にあの届いてません、まあ、そういった意味でこの間、えー、医療機関関係者のところからもですねより積極的な周知ということをやっぱり求める声がありますし これは教育委員会サイドに向けてもです、ね、就学援助と合わせた、そうした積極的なやはり、えー、周知を図,図られたいと、まあ、こういう働きかけもあります、それだけ、えー、子どもの貧困問題ということでは、まあ、非常にあの誰もが何かできないか、もう少し今ある施策をもう少し前進させることはできないか、そういう意味で、各分野での努力が行われています。まあ、そのこととに答えると いう立場で私はあのまずは子どもの医療費あの本当に今1500円と言われているものをまず窓口払いの負担をなくしていくというところにしっかりあの努力を図っていくということをあの求めたいというふうに思いますあの本当にあの子育てしやすい京都市ということを標榜していますけれども今のこの命守るこの要求にまあ、どれだけ真剣に 取り組む姿勢が今の京都市にあるのかということが問われています。あのぜひですねあの、京都府もやりました。それこそ本当に、だから京都市も努力をするべきだと思うんです。いかがでしょうか福井部長。 あのまああの無償に向けてというあのご指のご意見でございますけれども、現状、私どもその医療費につきましては、約22億円の財政を、予算を確保してあの事業しておるところでございます。現在の1500円から、例えば月200円の負担にあのした場合、引き下げた場合の資算としましては、およそ12億円の追加予算が必要になりますし、またこれ、1500円を0円に無償にした場合には、約16億円。 ハすはもう、ちょっと切り上げたりしておりますが、約16円の追加経費が必要となるものでございます、非常に大きな倍近い予算が必要になるものでございまして、京都市として、子育てのところに非常に多くの予算を投入しておるところでございますが、それを財源を重点的にそれぞれのところに配分していく中で、現実的かつ継続的な、また持続可能な制度にしていくというのが、私どもも必要だと思っております。 あの一旦あの実施してそれをまた見直すというあの形では元に戻すというような形ではやってはならないと思っておりますのでそういう意味でこの制度拡充につきましては私どもも常に検討はしておりまして今回の制度拡充3000円から1500円に引き下げたこの効果を検証しながら また前に向けて検討はしておるところでございますけれども、これを直ちにはゼロにするということは、極めて現実的ではないと考えておりまして、これについては今後も検証していこうというふうに決意しておるところでございます。また周知につきましては、先ほども申し上げましたように、ご本人それぞれのところにも送っておりますし、また医療機関にも協力して、掲示等をしていただいておりますがあらゆるツールを利用しまして、 えー、しっかりとあのー、対象の皆様、あのご家庭の皆様にあのー、それを行き渡るように私ども努力してまいります。以上でございます。小倉対委はい委員、はい、あのー、まあ今16億円ということであのご提示されましたけれどもまあこれはやはり、えー、前回京都府は前進させましたがまあもう一度 えー、この制度の前進のためにということで、京都府、京都市が50%ずつ、まあ、これまでの、えー、実績に倣って、そういう安分計算をやっぱり進めていく、そういう立場に立てば、二、えー、分の一の8億円であります、8億円というのは、京都市の一般会計総額8000億円の0.1%であります。私はこれはできるといいううふうに思います、まあ、ぜひ、あのー これを実現するという立場に立っていただきたい、あくまで、えー、京都府内で、えー、通院無料の対象が2歳までなのは、この京都市だけという状況でありますから、この部分は何としても突破しなければならない、本市の優先すべき課題だということを申し上げておきたいと思います。 ね、だからこれで、ね、紹介議員に今倉田先生はじめですね共産党のメンバーが入ってて当然もう皆さんはこの請願の内容は分かっているはずねねでねで我々に説明したって我々がねこの内容について分からんから曲に聞くというのでやり取りはこないええわな。ねっ自分は奨励議員がねこれでやねあとやり取りしてどうのこうのっていうのはこれそれは こういう案件での議案が出てたらね、ええよこれ今請願の審査やから我々が聞いて我々ははっきり言って私はもうこの用紙を読むだけ読んだだけで請願の言わんとしていることは分かるそれに対して我々はも然どう判断して最終やねするかっいうことであって今のようなやり取りというのははっきり言って今の請願審査の中ではねするな必要ならここに聞きゃいいわけ聞きゃいいわけ だからその辺で院長も請願審査ということでこうやりとりの中でこの内容についても不明確な点とかあったら我々がね、召喚議員に聞くとかいうことのやりとりがあったりとかまたそれ以外の人がこう局に対してね、これはどうなってんやということを聞くとかこういうことはあるよ、あ,あったらいいしし紹介議員の分かってるメンバーがいね、そうなんで言うたら、言うたらその議案に対してのね、そのやりとりのようなことの。 はよくない、ついては、もうさっさと採択についてね、あの話を進めてほしいと。 はいああのまあ、今、中村議員からのご意見がありましたので、まあ言わねばなりません、あの議会ですので、これはあの請願の趣旨について、自由な議論をする場でございますから、あのこれはいい、これはダメと言われるものではありませんし、それではあの本当に正常な議会運営に支障をきたしますから、この点はご注意を申し上げたいと思います委員長おお取り合い,いいいを願たします。 かにございませんかなければ取り扱いはいかがいたしましょうか自民党議員団はい、留保でお願いします共産党議員団はい、ぜひ採択をお願いします公明党議員団留保でお願いします民主・市民フォーラム議員団留保でお願いします日本維新の会議員団、はい、留保でお願いします京都党無所属議員団留保でお願いします それでは、ご意見が分かれておりますので、まず、留保か否かについて評決を取ります。本請願は、本日結論を出さずに留保とし、継続して審査することに賛成の方は挙手願います。多数であります。よって、本請願は留保といたします。以上で請願審査を終わります。それでは、 次の一般質問に関連のない理事者はご体これでご退席願いますお疲れ様でした次の一般質問につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承願いますそれでは準備が整いますまでしばらくお待ち願います それでは、一般質問を行います。小児難聴の子どもに対する支援についての質問を行います。それでは、大道副院長、どうぞ。えとお疲れ様でございます。中村先生、もうしばらくよろしくお願いしたいと思います。えーとですねえー、私はあの小児難聴の子どもさんへのご支援ということで、先般の本会議でもあの豊田先生からあのお話があって、えー、理解をしたところでございます。 で私はきあの確認をさせていただきたいのはあの、まずですね、京都市におきまして、この小児難聴等で、まあ、療育されたりされてる方々の支援についてです、ねえー、子ども育み局としては、えー、どう対応しているのか、そしてあの実はこの、その以外の部分は、例えば保健福祉局で対応するのかです、ね、このあたりの現状についてです、ねえー、いわゆる所管の内訳といいますか、 これについてお示しをいただきたいと思います大泉子ども若者未来部子育て世代包括支援担当部長、はいえー、あの今、ご指摘いただきましたように、すみません。えー 小児難聴でございますが本当に早期にですね、えー、適切な治療療育を受けることによりまして、えー、言葉の発達コミュニケーション能力を向上するということで、まあ、音声言語発達への影響を最小限に抑えるその取り組みを我々としてもさせていただいたところでございます。あの大きくははでですすねねあああののののままあ、具体にあの、まあま、ずはそ新生児聴覚検査のです、ね 受診の有無等を確認すること等につきましてやってきました、でこれにつきましては、まあ、先立ての今、ご紹介いただきました代表質問でも豊田先生がご質問いただいたところでございまして、そういった中でご回答をさせていただいておりますが、例えばこんにちは赤ちゃん事業での反応であったりとか、それから、まあ、新生児聴覚等の有無等を含めてやっているところでございます、それから、まあ、早期発見に向けた啓発も大切でございますので、2種類のチラシを作り、そういった、あ 歳児と言いますか月齢に合わせた形で確認していくようなあマチックシートみたいなものを作り配布しているところでございます。それからあの児童福祉センターの中にうさぎ園がございますのでその中であのまあ早期療育ということで聴覚障害のある子どもさんに対して対応しております。またあの 新療提唱の対象になる方につきましては補償具として補償金が交付されますがそうでないあの経路を中等度の難聴の方はおいますそれにつきましては京都市で独自に子どもさんに対するものでございますが補償機構にの助成等をさせていただいたよでございます。 あの全般的に言いますとあの、まあ、あの子どもさん、そしてあのいわゆる障害者手帳、心証手帳に該当するということの中であの、まあ、障害者福祉全般の中でこれはまあ保健福祉局が大元の,ところの所管でございますが心証、まあ、手帳の交付であってそこでの補償具等のおおお提示であったりとかあるいはさまざまな施設等もございますのでそういった対応をしています。あのまあ 子どもさん、あの小児、えーまあ、難聴にかかる取り組みであったりとか、その子どもさんに限定した形での補償具と言いましょう、該当するような聴覚の補聴器の購入とか、そういったことをさせていただいているところでございます。あ,と一部あのので、あの 保健福祉館に所管しますですね。えー、まあ障害者医療制度につきましてはあの障害者医療としてあの保健福祉局にやっておりますし、それからあの子ども医療の中であの医療費として適用できる分ございますので、それを私どもが担当しているそういった分け方をさせていただいているところでございます。大東副院長ということと言いますとあのはあ、えー、いわゆるまあ皆さん方は子ども育みまあ、特に若者まで入ってますので、仮に18歳までのですね。 子どもさん児童生徒の対象であればですねこれは皆さん方の所管の対応ということで認識でよろしいですか挙手して大泉担当部長えっとあの法制度にもよりましてあの先ほど言いましたが例えば新小手帳あの障害者福祉の部分で一の子どもさんに適用する部分もあるんですがあの子どもにする部分であの私ども小児難聴に関してかなりの部分をやっているというような認識でございます大藤副委員長 そこでですね、今日はあの一点だけなんですけれども、実はあの人工内耳の手術等でですね、これをまあすることの効果非常にあのあるということでお聞きしておりまして、まあ医療医師の同意によって実施される、これは保険適用になっております。ただその補聴器と違いましてですね、この子どもの頃にあの特に 生に近い音や声を記憶に留めるという意味で非常にこの人工内耳というのが大事であるということを言われておりましてですね親御さんもそれを非常に希望されている方が多いと聞いておりますけれども残念ながらこの人工内耳のですね手術をされた後その維持費維持管理費の部品代についてはですね育成医療の対象でないものですから 相当なな高額な維持費がかかると例えば小学校1年生で手術されますと5年後の大体5年生ぐらいでアップデートしないといけないとかいうこともありましたりこれは聞こえ方の変化があるということでそういうのにしないといけないということを言われているようでございますしかも電池も1個1万7000円でありますとか半年で交換しないといけないとかでさまざまな充電器も含めてですね費用がかかるということでございまして この内人口内需のですねいわゆる維持管理経費について支援をしていただきたいということをよく言われるんですけれどもこれあのここでお伺いしたいのはですねこの京都の地元でこういう難聴団体のですね皆さんからもそういう要望などが出ておるのかどうかということが1点と皆さん方としては、他都市のですねこういうい支援の状況 これはど,のまどこまで把握されているのかということについてお伺いしたいと思います。大泉担当部長、はいあの。団体要望につきましてでございますがあの、まあ、市内の団体からですね、えー、まあ人 まあ、この人口内需だけにかか限られた話ではございませんが、一、え、定、ー、まあ、言ってこの費用助成をしてほしいと、今、先生ご指摘いただきましたように、費用負担ございますので、そういったことについて、それを求めるという声があるというのはあの聞いておるところでございます。 失礼しました。えー、他都市でございますが、えっ、ー、と若干ですね。いくつかのまあ、指定都市であります。とかで、えー、この今先生おっしゃっていただきました。えー、まあ、電池であります。とか、あのまあ、交換の際のですね、えー、費用につきましてえ、女性があしつつあるところがいくつかあるというふうには認識するところでございます。以上でございます。大同副委員長えっとですね。まあ、これこれを契機にですね。ちょっと一度調査をですね。 していいいいたただきたいとういうふうに思います私の,あの自分でまあ調べたりしているところではです、ね、この2019年の5月現在で、全国で,で、ね、203自治体のところで、この助成制度がございますで、そして近畿エリアにおきましては33自治体というような実績でございます、しかもその内容はさま、ね、様々でございまして、 例えば、電池代月額2500円程度が相場のようでございますけれども、月額支給にしているところ、それから年額3万円として支給しているところ、それから充電器も合わせて3万円出しているところ、それから上限30万まで出すとかですね、これはあの回数変えていくということもございます。ちょっと面白いのは、面白いと言われているんですけど、3年間に限って助成をすると。まあ、こういうバージョンもあるようでございまして、 しかも、の私の、注目しましたのは、この203自地帯の中で,で、政令指定都市、小さい都市は当然、処刑費が少なくなりますので、予算も手厚くしやすいんですけれども、やはり多くなる可能性が高い大都市になりますと、いろいろ財源の問題もございまして、議論の分かれるところなんですが、この政令市でいきますと、静岡、それから浜松、堺、岡山、神戸。 全部あの女性制度がございますしたがって私もですねこの人工内耳の問題っていうのはまあ保険適用になればそれはそれに越したことないんですけれどもまあいろんな要素,要素がありましてまだ保険適用になってないその背景にはこの人工内耳のメーカーがですね実は日本のメーカーではなくて外国のメーカーしかないっていうことがございましてですねえどうしてもその日本における地位医療機,あの機関の 医療そういう関係のですね会社の地位等も含めて、当然臨床の検査等もですね若干課題があるのかなと思ったりもしておりますけれども、いずれにしても、そういうことをまたでもですね対象をまず固定をして考えなきゃいけないと、その時にですね最初、部長からお話がありました通り、2つの問題があると思います。1つはあの障害者手帳をお持ちの方 でこれは私はあの持ってらっしゃる持ってらっしゃらない方からスタートすべきではないかという持論ですでそれはなぜかというと親子特に親はですね自分の子どもが障害者であるということを小さい時からこの認定するという非常に抵抗感がございます育成学級もそうですし全部そうですだから何とからと元気に 現状ということで頑張りたいということがございますから皆さんからの局からすればその赤ちゃん事業それからいろんな療育のですねネットワークの,その調査をされておりますのでそういう相談の段階からそういう支援制度もありますよということがまずされるかどうかということの課題ですでもう一つは今回国のですね大きな6億円程度の概算予算が来年度の出ておりますけれどもこれが京都府府に 府県にるということになりますとですね当然京都府との連携、えー、京都市だけやりますというのがいいのかいや一緒にやった方がいいですよということになるのかです、ね、特に障害者の医療については京都府と市と結構連携してやってきた経過が実は全国のですね、えー、その医療制度の中で草分け的に頑張った京都でございますから当然私は京都市と京都府はこの 何らかの予算を使ってでもですねやっていただくことの選択肢というのはですね検討の余地はあるんじゃないかとこのようにも思っておりますのでそういう意味でも現状のですねあの障害者手帳が出されているところで支援をしているという自治体もあるかもしれませんしかしそうでなくても最初からそのまあ療育あるいは育成医療に必要不可欠であるということの観点からですね、えー、期間限定年齢 も含めててですねやってらっらしゃるところが多い特に年齢についてはですねあまり他都市ではその何歳までっていうのはないようでございますしかし私はまずですね皆さん方の局があの子どもさんの小さい段階でですねこういうものをまあ防ぐというかあの支援をしてあげるということでですね少なくとも0歳から18歳までをまず,まず第一ハードルとしてですね 制度の創設を検討いただければどうかなということで、あの常々思っておったんですけれども、えー、これについてですね、まあ、検討、それから他都市の状況の把握ですね、しっかりやっていただきたいというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。大泉担当部長 はい、あのいくつかございました、あの一番のあの最後のところ、始めになるのかもしれませんが、多都市の部分なんですが、かなりあの全国的な調査もされた部分がございますので、あのー、例えばたいどういった対象に、どれぐらいの例えば電池なのか、えーまあ、先ほどおっしゃっていたようなです、ねえーまあ、機種の変更とかです、ね、そういった部分、でいくらなのかという部分がです、ね、あの一覧になっているのもございますので、そういった部分もしっかりと把握してまいりたいと思っております。 それからあのまおっしゃっていただくようにですね。あの、小さな子どもさん、あの親御さんの思いでございますが、やはり障害というものに対する需要に関しまして、やっぱり様々なあの状況があるかと思います。で、これまでもですね。我々としまして、あの子供さんの小児軟調に関する気づきというものをしっかりといろんなあ。 機会を途絶えましてやってきたわけでございますがこれについても引き続きやっていきたいのとあののて言いましょうかあの例えば精密検査をした後の後追いみたいなものがですねなかなかあのきちんとまだまだあのできない部分もありますのでそういった部分をしっかりやっていくべきかなと思っておりますそれからああのまあ、京都府との関係でございますがあのまあ 先生もご紹介いただきましたようにです、ね、今回の国の概算要求あるいはもともとなんですがあの聴覚障害に関する体制整備を都道府県としてやっていくということがです、ね、あの都道府県に求められているところでございます。でこの間例えば小児科医会とか耳鼻咽喉科医会とかで独自にしっかりとそういったネットワークを築いていきたいということで対応されていますのでそういったところそういった小児科医会耳咽喉科医会との協力あるいは当然おっしゃっていただく京都府としての体制整備これはしっかりと連携しながら進め できべだとと認識していいころでございます、えー、とそれから、えーであのまああの、子どもさん まずはということでございますがあの今回あのご紹介いただきました人工内耳でございますがあの子どもの部分もそうなんですがやはりあの高齢者に対する気、ねまあ、QOL ということを含めてです、ね、かなりあの手術件数も多くなっているということがございますでこれにつきましてはやはり私どもということもあるんですが京都市としてあの保健福祉局ともです、ね、しっかりと連携しながら、えーとまあ、どういう対処がいいのかということもあるかと思いますのでそういったことについても検討してもらう必要があるかと思っております。で特にあの、まあ 今回の支援ということでございますが、やはり本題的でありますと、新小手帳の保送として、当初の手術費とかですね、対応になっているわけでございますが、やはり維持管理も、やっぱりこれはずっと続けるものでございますので、やはりこれは国としてやっていただく部分も多いかと思います。で、そこについては大都市の要望もさせていただいているんですが、こういったことも引き続きさせていただきたいと思っております以上でございます。大委員長 よろししくお願いしたいいたと思いますあの資料をです、ね、最後にお願いしたいと思っております。えーとですねえー、今、部長がおっしゃった内容を全部網羅できませんので、えー、仮にです、ねあのえー、と人口、どうでしょうかね、えー、10万以上の年ぐらいを目処で結構です。それはあの特に特定しませんけれども、あの町とかでちっちゃいところもありますから、あのそのぐらいのレベルで、 その補助制度ができておる一覧をご提出をお願いしたいと思います。で、あの高齢者の問題については保健福祉局で。私また、あの議論できる機会があればさせていただきますので。あの、効果の方でしっかり、その問題意識を持っていただきたいということでございますので、よろしくお願いいたします。ただいま、大道副委員長から要求のありました。人口十万人以上で、補助制度がある。 都市の一覧の資料については、議事社提出できますか、大泉担当部長。すみません、えっ、ー、とですね、あのちょっと出典があのちょっと今あの手元にあの定かではないんですが、えっ、ー、と昨年の11月現在のですね、えっ、ー、と全国の今あの10万人以上とおっしゃっていただいたんですが、現状においてあの自治体において。 自治体であすみません、自治体でしで、ね、ている部分がございまして、あの調査が行ってございますで、電池の女性と、それから対外機女性、これが2つ分かれてあるんですが、あのこれを一旦あの提出させていただいて、またあの必要に応じてその、そこからの振動について、必要であればということをさせていただければと思うんですが、いかがでございます提出できるとのことですので、委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか。 ご意議がありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定いたします。理事者におかれましては、なるべく早くご提出いただきますようお願いいたします。この件に関連して他にございませんか。なければ、以上で子ども若者育組み局を終わります。理事者、お疲れ様でした。次の教育委員会につきましては、休憩せずに行いたいと思いますので、ご了承願います。それでは準備が整,整いますまで、しばらくお待ち願います。 それでは教育委員会関係の付託議案の審査を行います。議第237号、238号及び244号から247号、京都市立高等学校条例の一部を改正する条例の制定について、ほか5件、以上6件を審査いたします。審査は議案についての説明を一括して聴取した後、 関連する議案ごとに質疑を行うことといたしますそれでは自社説明願います安妻総務部長、はい、着席して説明してください、はい、よろしくお願いいたしますそれでは令和元年11月4日に提出しております教育委員会関係議案につきましてご説明申し上げます議案説明資料ナンバーワンの議17ページを開きください議題237号京都市立高等学校条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします 条例改正の趣旨についいてでございます本議案につきましては伏見工業高等学校及び最強高等学校定時制を再編統合し令和3年4月の開校に向けて取り組んでおります新たな定時制単独高校の公明につきまして京都総和高等学校として新設しようとするものでございます公明の京都総和につきましては公明案の一般公募を行うとともに両校の卒業生や校長等の学校関係者 また有識者で構成される公明検討会議での協議を踏まえまして教育委員会において新公明候補として決定したものでございます条例改正の概要についてでございます新設校の設置につきましては公明を京都市立京都総和高等学校とし1につきましては現在の伏見工業高校の敷地内に設置いたします伏見工業高校の廃止につきましては伏見工業高校の在校生が卒業する時点で伏見工業高校を配置します なお、最強高校定時制は定時制の廃止後も前日制が現在地において教育活動を継続するため、条例の改正は要しません。施行期日につきましては、2の両学校1両学校にそれぞれ市規則で定める日とし、両学校1の京都総和高校の設置につきましては、令和2年9月1日、両学校2の星見工業高校の廃止につきましては、在校生が卒業となる令和6年4月1日を予定しております。 参考として主な経過等を議19ページまで合わせて載せておりますのでご参照ください。237号の説明は以上でございます。続きまして議21ページをお開きください。議題238号京都市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。条例改正の趣旨についてでございます。本議案つきましては下業区の生鮮小学校と順風小学校の統合に伴い元有林小学校に一時移転している溶媒幼稚園について。 元清泉小学校の跡地に下城宮宮見小学校新校舎に併設の新園舎が完成することから令和2年4月1日に再移転しようとするものでございます参考値の両学校1の養媒幼稚園移転の経過をご覧ください養媒幼稚園は平成28年度末までには清泉小学校の校舎1階に設置しておりましたが平成29年4月から清泉小学校と順風小学校の統合に伴い 元清泉小学校の校舎解体工事が開始されたため平成29年度から令和元年度末までの3年間元有林小学校に一時移転しております支援者の建物概りにつきましては鉄筋コンクリート造り3階建てで保育室3室遊戯室屋外プール絵本スペースなどを設置いたしますその他両学校3には各年度における幼稚園等の設置場所儀22ページには養賠幼稚園の園児数について記載しております なお3年保育に対するニーズへの対応や令和2年度に下御宮美小学校新校舎内に改正される小規模保育事業所との連携を踏まえ同年度から3歳児の受け入れを開始する予定としております最後に周辺図で溶媒幼稚園の位置関係を示しておりますので合わせてご参照ください238号の説明は以上でございます続きまして37ページをお開きください 244号京都市立下業宮や小学校及び京都市立溶媒幼稚園新築工事請負契約の変更についてでございます本議案は京都市立下業宮城小学校等施設整備工事及び京都市立溶媒幼稚園新築工事の請負契約を変更しようとするものでございます契約締結の経過についてでございます現契約につきましては京都市立下業宮や小学校校舎及び京都市立溶媒幼稚園,園園舎の新築工事を実施するため 平成30年9月26日付で市会の帰決を得て要建設株式会社と締結したものでございます。2、契約変更の理由についてでございます。同学校1の地中障害物の処分に対する変更でございますが、これは建物の建築予定地の一部において掘削した土壌から契約当初想定していなかったレンガ等の地中障害物が発見されたため、これらは適正に処理する必要が生じ、請負金額の増額変更を行うものでございます。 同学校2の児童等の安全の確保に伴う変更でございます平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀の倒壊事故の発生を踏まえ児童等の安全を確保するため既存のブロック塀を撤去し高性能フェンスを新設する必要が生じたため同学校1と同様に請負金額の増額変更を行うものであります次のページをご覧ください参考位置に地中障害物及びブロック塀の撤去箇所を掲載しております 地中障害物については車線で記載している部分となり昭和44年に発行された生鮮小学校100周年記念誌などを確認したところ推測ではありますが図面右上の敷地北東部分は大正時代に建設された旧校舎の基礎また敷地中央および図面の左および下部の外庫部分については正確な情報が分からないものの明治時代に存在していた校舎の基礎や外庫の一部と考えております。 こうした状況については現存する図面であらかじめ想定することができず設計時点においては生鮮小学校による教育活動が実施されていたため事前調査を行うことは適当ではありませんでしたまたブロック塀の撤去箇所については図面上部の敷地北側部分と図面左下の一部となります 第37ページにお戻りください。これらの変更に伴いまして、3、変更契約の内容に記載のとおり、請負金額を1477万1900円増額し、23億3245万1900円に契約変更するものでございます。なお、本件変更契約に伴う後期の変更はございません。 38ページから39ページにかけて工事の概要等も合わせて載せておりますのでご参照ください244号の説明は以上でございます続きまして議41ページをお開きください議題245号から247号慶北地域小中一貫教育校施設整備契約の変更についてご説明申し上げます一契約締結の経過についてでございます 現契約につきましては、京北地域の3小学校と周南中学校を合わせた施設一体型小中一貫教育校を創設するため、平成30年12月7日付で司会の期決を経て、校舎、体育館等新築工事、電気設備工事、空気調和および衛生設備工事について、それぞれ契約を締結したものでございます。 またその後、校舎、体育館等新築工事におきましては、令和元年5月28日付で司会の規決を得て、埋蔵文化財の出土による基礎工法の変更等の理由により、請負金額を変更する契約を締結しております。2、契約変更の理由でございます。同額うちの竣工期限の変更でございます。本県整備工事着工後の工運日数が昨年に比べ約1.3倍となったことなどにより、 公務の影響を受けやすい土工事及び具体工事を実施できない日数が約59日間となり、契約当初の想定を大幅に上回り、期限内の竣工が困難となったことから、工期を1ヶ月延長するものでございます。なお、工期の延長による令和2年4月開校への影響はございません。両学校2位の請負金額の変更についてでございます。工期の延長に伴い、工事月数等に応じて変動する事務所の維持管理費、 労働者の労務管理費といった経費の増額が必要となりましたため、請負金額を変更するものでございます。なお、増額分は当初予算額の範囲内に収まるため、補正予算の計上はございません。これならの変更に伴いまして、変更契約の内容に記載のとおり、建築主体、その他工事、電気設備工事、並びに空調、衛生設備工事の竣工期限を平成32年2月28日から令和2年3月31日に契約変更し、 受け負い金額を建築したいその他工事は723万8千円増額し27億4050万2千円に電気設備工事は132万7700千円増額し4億7633万3300千円に。 空調衛生設備工事は121万4400円増額し4億6766万6400円にそれぞれ契約変更するものでございますまた42ページから43ページにかけて工事現場付近における工日数等も合わせて沿っておりますのでご参照ください245号から247号の説明は以上でございますご審議のほどよろしくお願いいたしますそれでは初めに議第237号私立高等学校条例の 一部改正について、質疑のある方は挙手願います。河合副委員長、はい、あの今回の議案は、えー、新たな定時制、えー、単独の高校を設置しようということで、名前と場所との条例となっておりますが、えー きっと条,条例という形で議論をするのがあのこれ、えー、以前工事契約の議論したんですが最後になると思うのでこの間あの議論させてもらったことでいくつかの確認もあのしたいと思いますでそれとあの議案説明資料を踏ませていただいた中であの確認したいことがありますのでそれについて質問しますえー、っと最初にこの,あの学校が いろんな課題も抱えながらもう一度学びたいという生徒さんなども対象とした学校だということでいろんな配慮もされているところですがこの中にスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーこういった専門職の配置もしながらしていくということが教育内容の部分に説明があるんですが。 具体的にこれがあのどのような、えー、形での配置、例えば、えー、毎日来られる方なのか、何人配置されるのかといったその点について、えー、説明をいただきたいと思います。大国指導部担当部長。えとあのスクールカウンセラーとかも専門職の関係でございますが。あの 令和、まあ、3年4月開校ということもあって、あの具体的な配置等はこれから、まあ、あの検討していくことかというふうに思っておりますが、あの今現在の定時制高校におきまして、あのそれぞれ最強定時制、伏見定時制、それぞれで、救うカウンセが配置いたしております、あと、スクー,ルシ,ーシャルワーカーについても配置している、それに加えて、今年度からはあの,スクールあのキャリア。 コンンサルタントこれについいいいてても配置しているととうことでございますそういった外部の専門家そしてまた NPO が根源とかでございますけれども郊外の居場所カフェを運営するということも始めておりますしそこには大学生とかも関わっていただくそういう中で教員だけではなくてそういう外部の専門家も含めたチーム学校としてそういう子どもたち狛前を抱えた子どもたちのケアそしてまた指導支援をしていこうというのが 取り組みを進めておるところでございます現状におきましても、スクールカウンセラーにつきましては、え伏見停戦において週あたりあの4時間、そしてまた最強停戦におきましては16時間ということを配置いたしております。最強停戦につきましては、現在、文部科学省の指定を受けておりまして、あのスクールカウンセラーとスクールあの ソーシャルワーカーの連携みたいな形の研究を進めている関係もあって増えているところでございます。そしてまた、スクールソーシャルワーカーにつきましては、伏見定時制、最強定時制、それぞれ週8時間、すでに入ってさせていただいているところでございます。そして、それ以外にの総合育成支援教育に関するアドバイザー、これも配置しておりますし、先ほど申し上げましたとおり、スクールキャリアコンサルタントについても配置しておる、そういった状況でございます。当然こういった形で統合 再編結集結集するわけでございますのであの充実した配置を今後またあの考えていきたいというふうに考えております以上でございます川上君委員長今説明あったんですがその主な教育内容を書かれておりますが詳細については設計あのまだこれから具体化をされていくという中身ですかねここに関われているのはこの 県でいくつか聞きたいところがあるんですがまだその、えー、意見をあの私たちも言いながら検討してもらう余地があるのであれば今後のところでもあの具体的な提案もさせてもらえるという,うに思うんですが今のこの条例の時点であの考えられていることがもうすべてということではなくてこの、まあ、条例は名前と一ということなんですが例えばあの定,定員であるとか そこの中身については大まかも決まっている具体的な例えばソーシャルワーカーなどは、えー、配置どうするかは現状は先ほど説明があったような状況だけれどもさらにこう確定をしているわけではないというふうに捉えておけばよろしいですか。大国担当部長 令和3年4月開校とといいうことでございます当然予算的なこともございますので配置等についてはまだ確定ということではございませんそして定員につきましても正式には京都府とまた協議の上で来年9月ぐらいに確定するものかというふうに思っていますが現状として今の伏見定時制が 三十名、そしての最強の定時制が五十名、これを足して八十名、これをまあ基本で今考えとるというところでございます。その他の具体についてはまだあのこれからあの十分詰めていきたいというふうに考えております。以上でございます。川井副委員長、さあ、えそあの今の答弁を受けてですが、この間の議論の中であの党議員団としてまあ定員についてもえももっとこうあの。 増や,増やすということも含めて学び直しということ、まあ、途中から入ってこられることもあるということもありましたし、えー、こ,あのこ,こ,をここで学びたいということで望まれる方について受け入れるられるそういうふうな形にやっぱりすべきだという点改めてあの求めておきたいというふうに思います。であのスクーーーーールルソーシャルワーカーや、えー、カやウンセラー今、まああの モデル的な形でやられていてあの配置があ,のあるということですけれどもいろいろこうかか課題を抱えながら、えー、学ぼうということでやられるんで京都市で言えば新しい形の、えー、単独の手続ということですからその中にあってはやはりあの手厚く、えー、支援ができるさまざまな形の支援がいると思いますのであの配置についてこう ずっとこう何というやろう週何日とかいう形ではなくてそこの学校にきちんとずっとおられるっていうような形の配置がいるのではないかなというふうに私たちは考えています。であのスクールソーシャルワーカーやカウンセラーの方たちおられるもとでも養護の先生養護教諭の方もおられると思うのですがここについてもあの。 現状の学校よりも配置を増やすとか、そういったことについてのご検討はありますか大国担当部長当然、養護教諭についても配置いたしますし、あの総合育成、まあ、コーディネーターですね、総合育成支援教育コーディネーター、そういう主任ですね、そういった形でもあのあの配置していく形かと思いますが。 今、研究していますのは救うカウンセラー、救うソーシャルワーカー、そういった形で、両方ともの割と時間数多く入っている学校というのはないものですので、最強定時制で今、研究していますのは、その情報共有ですね、そういったことを今、研究しているわけでございます。一番 大事なのは担任の,の先生、そしてまた学園主任の先生、そしてまた管理職も含めて、そういう専門職も含めて、そういう困惑を抱えた子どもの情報を共有して、全員で子どもを見ていくということが大事かなというふうに思ってますので、そういった形で、原型と言うように、しっかりした人員、時間数ですね、スクール完成後の時間数については、今後また要求もしていきたいというふうに考えております。以上でございます 青井君長クラス単位についてはあの、20人が定員でということで学ばれるということなんですけれども、あの困りを抱える生徒たちに対応でき,できる高校の整備ということで、あのこの間、まあ、それは高校に限らずですけれども、教員の不足などの話があります。 でそういったところでいうとあの生徒たちに寄り添いながらやっていくということなのでそういった教員の方たちの確保ですねまたあの、小単員ですからあの人数もいると思うんですがそこの確保についてはあのあのどういうふうにあるのか見通しがあるかということとやっぱり一定の。あの 経験もそうですし、えー、とそういった編集というか積んだえ授業だけではなくてプラスアルファの部分があるのではないかなというふうに私は考えておりますがそういう点についてどのように考えておられるのかということと,、えー、とこれまでにない単位での,あの3年で取得できる4年で取得できるとか中間夜間いろいろ4つに分かれてるんですがそういった中での,あの そこで働かれる先生方の、あの働き方の問題ですね。それはなんか、私たちにはイメージができないところなんですが。あの、か、過重負担になるような形とか。にはならないかという、そういう思いがあるんですが、その点はどうでしょう。体育担当部長。 そういうのご負人に長ないようには考えておるわけでございますが、4部制、中間、夜間、そしてまた3四週制4まあ3軒で学び、器具4軒でかけて学ぶということで、4パターンほど、そういう子どもたちの授業時間帯というのが決まってくるかと思います。一番早くが午前11時 そしてまた終わりがまあ9時過ぎ9時5分ぐらいに会おうかというふうに考えておりますので当然これはもう一つの教員集団ではなかなか難しいつまり交代に交代制であの教員はあの配置するような形になろうかというふうに思っておりますそうした場合重要案はただそうした中でもやっぱりあの学校としての先ほど申し上げましたようにあの情報共有ですとかそういったことが必要ですのできちんとそういった時間が取れるようにそういうあの 場合によってはケース会議とかもできるような職員会議も含めてできるようなそういう時間を取れるように工夫は今後してまいりたいというふうに考えておりますそしてまたあのあの申し上げましたけども、まあ、あの人員配置につきましてはま場さんへの質がということなのであのまだまだちょっとあの十分なお答えはできないんですけどもただ、まあ、そういう特別支援いわゆるマインドまた不登校 の方も結構、お会いということもあるのでそういった生徒指導に長けた方そういったことも含めてあの十分な人員は必要かなというふうには感じておる次第でございますそして、そうした中でただあの先ほど申し上げましたようにあの教員だけではなかなか難しい部分もございますし専門職との連携そしてまた十分に足りない部分については、まあ、退,職の先生退職教員とかも活用しながらの あの連携そういったことが必要かなというふうに思っておりますであの、まあ、20人クラスということございますけれどもあの時間科目によってはもっともっと少人数でやなければ長い場面も出てこようかと思ってますしこのギアにも書いておりますけど曲がり直しというのが一番キーワードになっております。あの具体的ににはちょっとまだ今検討中なんですけれども、まあ、4月5月6月に 1>, まあ1年生の4月、5月、6月に集中的にまあ国語、英語、数学とそういったまあ中心語科目をまあ全員でまああの学ぶような機会を設けたいなと思っておる次第でございます。そうした場合にはあの当然、習熟と別になったり場合によってはもう個別対応みたいなことも必要になってくるかなというふうに思ってますしそういった形であの充実した形で学び直しを踏まえた上であで高校生活が始まるようなそういったことを今、考えておるところでございます以上でございます。 はい、長この、えー、伏見工業高校があったところにあの整備をされるということでもう最後にしますけれどもあのこの間、えー、高校生が過ごすスペースとしてグラウンドがやはりあの狭すぎるのではないかというのを私たちも 質疑してきたんですが、えー、それは私たちだけではなくてそういったご意見あっちこっちからもあの聞いております、えー、それについては、えー、敷地は、えー、伏見工業高校があった中でも講義が進んでおりますが、えー、検討がやっぱりいただきたいそこはやっぱりどうしてもあのやっていただきたい必要があるなというふうに思いますでそれと、付随しましてこの間あの通学路の安全対策ということで 正門の西側ですね、そこが狭くなっていて、歩道が確保されていない問題、それは近隣の皆さんにとってもそうですし、学生,生徒が通うっていう点からもあの整備が必要だということを求めてきました、であの建設局の方と調整をしながらというお話をいただいておりました、この件については、あの現状、どういうふうになっているかというのを答弁いただいて終わりたいと思います。 またの総務部担当部長はいえっとまずあのグランドの件でございますけどもえっとまああの高等学校の設置基準におきましては、えー、体育館を有する場合グランドのあの いいいわゆる必要面積というのは特に規定がございませんそういう中で教育活動に支障のない面積をしっかりと確保するということでこれから年度末にかけて最終設計を仕上げていくところでございますそんな中でグラウンド限られた敷地の中で子どもたちがしっかりと活動できるような整備効果的な整備をしていきたいとそういうふうに考えております。それと、えっと あの報道の拡幅に関することでございます。これはあの現在あの,、えーっと進行の,あの 建設工事を進めておりますその中での,あのいわゆるあの交通誘導員をしっかりと立てて、えー、工事の中での安全対策っていうのをしっかりと努めているところでございます、えー、さらに、ほどの,の克服という意味ではあの、えっと、この間も申しておりますようにあの、えー、砂川小学校の,あの子どもたちが通う通学路でもございませんそれ,それとあの伏見工業,工業高校の生徒も、えー、ここを通る あの生徒たちごく少数でございますので、私どもの、の教育委員会として現時点で、ほどの克服というの,のの必要性というのはあの感じていない、考えていないところでございます、ただ、現状、さまざまなご意見をいただいていることについては、建設教育、あるいはあのえっと区役所えとも共有しながら、ああ共有しているところでございます以上です。 最後のところについては、まあ、あの地域の、えー、区役所だとか住民の方からの声もあると思うので、えー、教育委員会としてそ,のそこに通う生徒にとって必要かという点では考えていないということですが、えー、ああの歩道の確保というのがそこを通行される方たちにとってももちろんまああの そこに通う高校の生徒だけではなくてさまざま通行される方があるということで受け止めていただいてあの引き続き公約書建設局と協議を進めて改善いただきたいと思います終わります他にございませんかなければ次に議第238号私立幼稚園条例の一部を改正について質疑のある方は挙手願います えっ、ー、とですね、質問を教えていただきたいのは、えー、まず、えー、この22ページの2のところの下の方の尾行にですね、あのえー、令和2年度に下剛業のみ小学校、新校舎に開設される小規模保育事業所として連休踏まえ等々と,と,と書いてある,のあるんですけども。 えとこれ、小規模保育事業の内容が多分あの今年の10月に資料でいただいたゆりかご WEC 保育園ですかね、ここが19人の、そこのことだと思うんですが、のこの新校舎の小学校のところに、以前に資料でいただいたら申し訳ないんですけど、もう一度、どこに設置されるのかなということと、それとこの、よ媒幼稚園の 演じ数が多分定員は70名だと思うんですけどもこの表の,あの22ページの2のところの現在の幼児の数がですね新学期ごとこう入ってくる方がとっても少ないなと思いましてまあこれはあの場所があちこちとこう移動するいうことが事前に分かっているのであのそういう意味で減少していたのかそういう考えでいいのかなということと。 あとこういうふうに見ていきますと小学校幼稚園それで小学校の中に小規模の保育園が入るというあの赤ちゃんから小学校6年生までが同じこうまあいわゆる敷地の中で一括してこうあの運営されるというなんか新しいタイプかなと思うんですけど他にももしあるようでしたら教えていただきたいかなと思います。 でまあ、いずれにしてもそんなにあ,るあっても多くはないと思うので、まあ、こういう時にはあのやっぱりグランドの利用とかいろんな行事の関係やいろんな意味で職員の方々のこう打ち合わせとか連携も、ね、あの非常にいるのかななんて思いますしそういったことも含めてあのよく話し合われているのかちょっとそういうことも教えていただきたいですし、まあ、地域というのコミュニティですねそういうことの行事などもどんなふうにやっていくのか。 いうこと何かが分かればちょっと関連することではあるんですが教えていただきたいかなと思います。清水指導部担当部長ええ新たな養媒幼稚園、それからも下もみやびとの連携等についてでございます。えっと、まずあの小規模保育所の場所でございますけれども、えっと、議案説明資料で言いますと、えー、例えば40 1ページの上からの施設配置図をご覧いただけますでしょうか、そちらの対空間2階というふうに書いてある部分があると思うんですけれども、まあ、そこの1階部分の地域利用門というところがあると思うんですけれども、まあ、その近く、要するに北側の西側というあたりで、その地域利用門とから利用しやすい動線上のそこで入ってくるという、そんなイメージのところに。 あの一致しているというふうにお考えいただいたらいいかなというふうに思います。それから、えー、園児数のまあ減増減と言いますか、あのまあその数についてのまあ考えということでございますけれども、養、えー、バイ幼稚園につきましては例えば、えー、約10年前の平成20年には19名、それから、えー、25年には平成25年には22名、えー、平成28年には26名ときまして29年 30年と、まあえー、例えば46人、46人という形でまあ増えているわけです、まああの増えている部分については、まあ、この流れの中でむしろちょっとあの変わった状況ということでこれはあの例えば、開地幼稚園がです、ね、あの認定保育子ども園化することによるまあ転園した子どもたちの数であるとかそういったことも含めまして、まあ、一時的な現象としてここの変化というのはあったというふうに認識しておりまして現時点で29になっておると。でまあ、今後の見通しなんですけれども えまあ新たな今、の園児の募集等を行っておりまして、今あのご紹介いただきましたまあ70名の定員の中で、50名程度、50名弱程度になるんじゃないかなというふうにえ見込んでいるところでございます。続きまして、いわゆるえ法要、それからまあ小学校とかえとのまあ連携ということでございますけれども、これにつきましてはもうすでに、養媒と下行雅小学校につきましては、 今年度国立教育政策研究所の方の例えば研究指定なんかも受けましてその連携についての研究なんかもしていることころでありますし全市的にも法要と小学校の連携というのは進めておりますのでそういったところのモデルケースとして今後も例えば小規模保育所との連携も含めて進めていくということになりますし市内におきましては例えばの他で言いますとほとんど事例ないんですけれども大原小中学校なんかにもこういった小規模保育所の ようなものがございまして、こちらの方での連携、これはもう小学校、は中学校も含めてですけれども、こういったことで連携しているというような事例もございますので、まあこういった事例も今後、進めていくということになろうかと思います、以上でございます鈴木。あ、はいまああのあまりあの直接こう、の現場を見たりということがなかったので、お聞きしました。 ただま本当に赤ちゃんからね小学生が同じ校舎にいるという環境でそういうあの豊かなメリットいい点とま感染症の問題とか含めていろいろ注意することも必要であろうかなと思いますので教育委員会としてもしっかり経過をね見て行っていただいていただきたいなと思いますでもう一つだけなんですが関連してなんですあのこのようにあの議員21ページの下の方の3にこういうふうにこうぐーっとこう あの建て替えがいきましたということは令和2年度にあの元各地小学校と元有林小学校があの何もないというかあの活用のことがなくないんですけども今後のこの2つの元の敷地利用の計画は今あるのかないのか教えていただきたいんですが堀本学校統合推進室長、はいえーえー、元有林小学校そして元各地小学校の 今後の活用についいてでございますまず、元有林小学校につきましては、この養馬幼稚園が移転したところにつきましては、ではございますけれども、今現在、土地活用の具体的なところ、あるいはその養馬幼稚園が移転した後の活用については、具体的なことは決まっておりません。 で元各地小学校につきましてですがこちらにつきましては下京みや小学校がこの開校する際に平成28年度に多目的室とあるいは体育館と特別教室とこれを増築しております。さらに旧校舎 につきましてこれも学校が入るということですのであの改修等の工事を行っておりますそういったことを具体的にはまだあの活用については決まっておりませんけれどもそうした経過を踏まえながらそしてこの施設の有効に活用するそういった方向で今後また検討していきたいとそのように考えております鈴木 まだ今具体的には決まっていないということももちろんお聞きしましたし本当にね今、いろいろ元小学校の跡地がいろんなホテルであるとかそういったような方向で変わっていっているところもたくさん見受けられますしぜひ地域のコミュニティや福祉増進のためのそのような活用をぜひしていただきたいということをちょっと要望いたしまして終わります。 他にございませんか。なければ、次に。議第二百四十四号。市立下京宮美小学校及び。市立養媒幼稚園新築工事請負い契約の変更についての。質疑のある方は挙手願います。鈴木。すみません、あの、ご説明の中で、あの。 旧校舎のあの基礎だというご説明があったので、まあ、その点はあの理解しまあ、昔の対象であるとかまあ、番組小学校の頃ですかね。設計図とかがまあないので、まあ、仕方がないのかなというふうには思った次第です。1点だけあのえー、っと出てきたのが、あのレンガ等と等という風うに書いてあるのでで、その党というのは一体。あと。 したものなのかなということだけちょっと教えていただけないでしょうか。またの担当部長、えっと近くから発見されておりますのものはあのレンガとコンクリートブロックの塊でございます。いずれともあの基礎というふうに考えております。続き<木>、わかりました。ありがとうございます。いいすか他にございませんか。 なければ次に議第245号から247号、京北地域小中一貫教育校施設整備工事校舎、体育,団体育館等等新築工事請負い契約の変更について、ほか2件、以上3件につきましてはいずれも京北地域小中一貫教育校の施設整備工事に関するものであることから、 一括して審議を行うことといたします。それでは質疑のある方は挙手願います。小倉大臣、はいお願いいたします。あのー、少し伺っておきたいと思います。えっ、ー、と今回えっ、ー、と。 工事の受け負い契約の変更とということであります、えー、契約変更額978万何がしということですけれども、えー、とご説明にもありましたが、えー、5月に一度請負い金額の変更をしていますで改めてあの伺っておきたいと思いますがこの内容とその時の補正額はいくらだったのかお答え願いますか。ま えっと、5月にあのご審議期待が。 すいません5月にご審議いただきました内容でございますけれども、あのえっと、京北地域、えー、この当該地域に、いわゆるあの埋蔵文化財の,あの出動がございました、その意向を、えー、傷つけないように地図に保存するということで、基礎工法を変更した内容が主な、えー、内容でございましたけれども、金額的には1166万4000円の増額でございます。この はい、えっとあの今回の、えー、契約変更ですけれども、まあ,あの契約の変更としてはまあ、2度目ということになるわけですが、あのー、えー、まあ、降雨の影響で工事期間の地帯が生じたということであります。あのー、まあ、一般的な考えですが、こうした天候の影響というものはまあ、あらかじめ見込んで。 後期というものはまあ設定されるものではないかと、これ、一般的にはそういうふうに思えるわけですけれども、いかがでしょうかまたの担当部長。はい、えーっと あのおっしゃるとおりでございますけれども、天候の不良をはじめとして様々、さまざまな工事期間中には、さまざまなあの状況、変化がございます、可能性として、えー、いろんなあのことによる遅れというのは見込んで、えー、当初、動き出すものでございますけれども、えー、その都度遅れが生じた場合、その都度後方とかあるいは工程等を見直しながら、えー、取り戻すということでの,あの工事を進行しているところでございます。ただ今回につきましてはあの工具が あの例年に比べて多かった。さらには、あのこの京北地域のあの一貫校の建物が特にあの2階建てということで、幅広く、あのえっと期待に関わる部分、あるいは基礎に関わる分の面積が割合として大きかったっていう。そこらのあの工事の時にちょうど網が重なったということで、工事が遅れた次第でございます。倉田。委員 確かに、まあ、天候というものはコントロールできるものではないということはもちろんあの理解しますえ、ただ今後ですけれども、まあ、あのこれ、2度目の契約変更ということですが、それぞれ理由は違いますけれども、今後に向けた、まあ、あの変更の、えー、生じる可能性、まあ、こういったことについてはどのようにお考えでしょうか。またの担当部長 えっと、工事そのものがあの、具体が終わりまして内装工事にかかっていくあの、えー、段階に来ておりますので、えー、大きな意味であの天候に左右されるという要素が減ってきているというふうに思っておりますただあの、最終的にはまた年明けてからあの外交部分が残っているということで若干あの、それは気にしているところでございますけれどもしっかりとあの管理をしながら、えー、進行していきたいとそういういうに思っております。 はい、最後に1点ですけれども、えー、と今回の,あの変更ですけれども、あの経費の増額が必要となったけれども、当初予算額の範囲内に収まるので、まあ、補正予算の今回、計上はしないということです。でそこで、労働者の労務管理費もこれ、含まれるわけですけれども、まあ、こういったものがです、ね、えきちっと適正に、 執行がされるのかこの点についてはあの確認ができるのかどうかいかがでしょうかまたの担当部長 えっとまずあの確認ができるかということで言いますとあの現場のそのお金の動きまであの私どもあるいはあの施工管理をしている公共建築部で、えー、それができるかどうかっていうのはあの正確にお答えできることではございませんけれどもあのまずはあのこの経費に関しましては、えー、都市計画局が定めるあの積算基準に基づいて、えー、後期に延 えー、この延長する工期に応じて増額する分でございますので、えー、しっかりとあの適切な形でお支払いできるという、そういうことでの,あの、えー、作業でございますので、ご理解いただけたらというふうに思いますは、はい、あのやはりあの、えー、枠組み、あるいはいろいろな理由により、内容の変更ということで、まあ、こういうふうに。 議案として提案がされ、そして議決という一つの手順を踏んで、税の執行を図るということですから、やはり原資は税でありますので、そういう意味ではです、ね、そういったことがきちっと議会が確認をし、執行される中身が、現場際できちっとなされるように、そのことが求められるということは強く申し上げておきたいと思います。以上です 他にございませんか。なければ、以上で不宅議案に対する質疑を終わります。それでは、次の請願審査に関連のない理事者は、これで退席願います。お疲れ様でした。準備が整いますまで、しばらくお待ち願います。 それでは次に請願第660号小学校のような全員制の中学給食の実施を審査いたします。審査にあたっては初めに紹介議員から趣旨説明を聴取しこの趣旨説明に対する質疑があればこれを行っていただきます。その後理事者から請願内容に係る補足説明を聴取した後に質疑を行い最後に請願の取り扱いについてご協議いただくことといたします。 それでは、まず、紹介議員の説明を聞く、聞くことといたします。鈴木委員。それでは、あの、小学校のような、全員制の中学校給食を求める請願の趣旨ということで。えっと、ま読み上げさせていただきます。 市民の暮らし向上、より豊かな教育環境の整備にご尽力いただきありがとうございます。京都市では、全小学校と施設一体型の小中一貫校の中学校で、全員性の温かい自行方式による学校給食が実施され、安全性や植物アレルギーにも配慮し、成長期の栄養量確保にも努力されています。そそししてその給食食を教材とした食育にも取り組み 子どもたちの心と体の健やかな成長を支えています京都市では2000年に自由選択制注文式業者委託による弁当方式の中学校給食が導入され19年が経過しましたこの間いろいろな改善や工夫はされていますが中学校での利用率、まあ、施設一体型小中一貫校は除くですけれども昨年度で26.7%と 4人人に1人程度しか給食が食がべられていませんご飯は温かいがおかずは冷たく食べにくい弁当箱に詰めるので献立が限られるそれは温かい汁物や煮物等が出ない調理時間や配送の関係で加工品の利用が増える等の課題がありますまた弁当なので個人の食べる量への調整ができない食べ残しが多くなる等の問題があります また、食べているのは、えー、保護や修学援助を受けている子という周囲の見方を気にして親に勧められても給食を取らない子も多いと聞きます。本来楽しく豊かであるべき昼食の時間が子どもたちの心を傷つけている現状には心が痛みます。子どもの食生活は大きく変化し栄養バランスの偏った食事が増加し、肥満や 生活習慣病等の低年齢化が進み伝統的な食文化が喪失する中2005年には食育基本法が制定され2008年には学校給食法も54年ぶりに改正され食育の重要性が強調されています。教育ととしてのの学校給食の役割は1心と体が最も成長する時期に 栄養のバランスのとれた食事を提供し子どもの成長を保障することができる。2全員給食を通じて子どもの安心感を高めコミュニケーションを豊かにする。3子どもたちの食の乱れや健康への影響が見られる中給食を通じて食教育ができるなど子どもの成長発達を保障し学校生活を豊かにするために 不可欠のものもとなっていますこうした中で全国でも京都府内でも新たに中学校給食を実施する地域が増え全国の公立中学校での実施率は85.3%文部省の2018年の生徒数の数字ですになっています。 他府県から京都に転入してこられた方の多くは京都市でいまだに全員制の中学校給食が実施されないことを知ると、えー、驚かれます施設一体型の小中一貫校で評価されている全員制の中学校給食を京都市の全ての中学校で実施してほしいという願いは当たり前の要求ではないでしょうか。同じ京都市の中学生でありながら 小中一貫校とそれ以外の中学校との格差不平等は見過ごせません今教育としての学校給食の役割はもちろん子どもの貧困格差対策子育て支援対策としても中学校給食を実現してほしいという要求が京都市内で大きく広がっています子どもの成長発達は待ったなしです中学校に行ったら みんなで食食べるるいし給食があるみんなで過ごす楽しい給食時間があるみんなで食について知り考えられる食育がある将来の京都市を担う中学生の心と体の健やかな成長発達を支える小学校のような全員制の中学校給食を一日でも早く実現し教育環境子育て支援の充実した 京都市政を一層推進してください以上です何かご質問はありますかそれでは次に理事者補足説明願います福西体育健康教,教育室長着席して説明してください政願。 第660号につきましては小学校のような全員制の中学校給食の実施に関する請願であります本市では学識経験者や PTA 学校関係者等が議論を尽くし平成12年度から給食か家庭からの弁当持参かを全ての児童生徒が自由に選べる完全自由選択制を学校給食法上の給食として導入しており現在政令市の中で本市を含め8都市で 選択制の中学校給食が実施されておりますこの間、校長会や職教育主任研修会はもとより各中学校で PTA と連携した試食会小学校6年生を対象とした試食会などさまざまな機会を活用して学校現場や生徒保護者の方からさまざまなご意見を伺い温かいおかずを増やすなど献立ての工夫や調理方法の改善を常に図っております。ままた各中学校でではこれまでから 弁当の生徒も給食の生徒も一緒に喫食する中で毎日の昼食時間に担任が生徒の食事内容等に目配りし中学校給食の利用の働きかけを含め栄養のバランスに配慮した食事をとるよう必要な指導を行っておりますさらに家庭の経済状況の厳しい養保護・準養保護生徒にかかる給食費につきましては全額を給食実施当初から公費負担しており 家庭事情や経済状況等に左右されることなく生徒一人一人の実情に応じて選択できる制度として定着しておりますこうした中請願されております小学校のような全員制の中学校給食の実施につきましては施設設備や用地取得等に少なくとも百八十億円を超える経費が必要となります子どもたちの育ちと学びのために他に優先すべき課題も多く実施は困難な状況でありますなお 市の周辺部にある小中学校が隣接する小規模校や施設一体型の小中学校では施設の条件面や中学生と小学生が一緒に食事することの教育面等を踏まえて小学校と同様の方式で実施しております現在現行の選択制の中学校給食の充実と食育の推進を図るためすべての中学校と中止した約2000名の生徒及びその保護者を新たに対象とし 中学校ででののの昼食食状況や家庭での、えー、食生活全般にわたる詳細な実実態調査を実施しておりますさらに、給食の利用の利便性の向上のため、保護者がスマートフォン等から給食を申し込み、コンビニ収納やクレジットカード決済を可能とするとともに、申し込みについても現在の1ヶ月単位と合わせ、1週間単位や毎月予約しなくても自動的に卒業まで一括予約ができる給食予約システムについて、 令和２年２月分の休職からの試行実施に向けて準備準備を進めているところであり、今後とも現行制度の一層の充実に取り組んでまいります。以上でございます。それでは何か質問はございませんか。鈴木はい。えっ、ー、と今ご答弁、えー、いただいた内容で、あのー、アンケートですね。あのー、もうすべて 出されていると思うんですけども、そのアンケート自身はいつ頃集約されて、あの結果があのわかるようになるかを少しちょっと教えてください。福西市長失礼いたします。アンケートの実施状況でございますが現在読み込みと集計を行っているところでございます先日の教育福祉委員会の方で1月の。 下旬をめどにご報告というふうに申し上げておりましたので、その時期に間に合うように鋭意頑張っているところでございます。以上でございます。鈴木はい。えっ、ー、と、その集約やまとめができましたら、ぜひご説明もしていただきたいと思いますが、あの、多分、その、まあ、選択性を前提とする、まあ、アンケートであったと思うので、あの、どういう結果、内容になるかは、あの、ですが、確実に言えることは、多分、あの。 今の子どもさんたちの食生活の状況が把握されたりとか、まあ、自由欄もありましたし、あの新たなそこへのご要望も、あの、書かれるかとは思います。で、やっぱり今回のあの請願趣旨が、あの、まあ、最後に、お金がまあ百八十億円かかるであろうし、と。他に優先課題もということでやったんですが、今の日本の、こういう、まあ、教育情勢、社会情勢の中で。 この中学校給食を全員が100%みんなが食べること今の京都市のお弁当給食が悪いとかいうことではなく全員が食べるというこの環境をいろいろと工夫をしてやっていってほしいこの全員ということがポイントだと思うんです。で今いいろんな工夫もおっしゃいましたそれでしかしゃまたか 80%になるのか本誌はこの選択ができるということをまああの良い方法だとおっしゃってるんですけど今回のアンケートの内容もよく分析していただいてやっぱり100%全員で食べるということの意義そこをあの読み取っていただければなとも思いますしあの200 180億円というのもまあいっぺんにやれば100 180億円。 かかももししれまませんんん地地域地域でではまさにいろんな方法も出てくるかと思うんですやっぱり全国でもう少なくとも85%ぐらいが実施しているところです大きな都市であってもやっているところももちろんありますそういう点ではやるという前提に立っての是非多くの皆さんのこの請願の思いに立っていただいてどうやったらできるのかという検討していくそういう あの仕組み作りもぜひ急いでやっていただきたいということを添えてあの終わりたいと思います他にございませんか、中村委員この中学校給食についてはです、ね、もうずっと前からです、ね、何度もこの委員会でも討議されて、そしてその際にです、ね、記録を見ますと、もう審議未了。 が多い中でですね、平成28年の9月30日ではですね、不採択が12月9日にはですね、不採択がされているとこういう中で来ているですね、まあ、案件でありますよで我々もはっきり申し上げて100キロほどこどもはうくみ局のそういう医療費のそういう無料化子ども医療費の無料化とかですねそれからまた その前の保育、学童、保育制度の充実運動のこともですね、京都市が潤沢な財政があればできることですわ。しかし現実ですね、こんな手のこいつがあるわけないのでね、現実の税収の中、財政の中でですね、一歩一歩一つ一つですね、こうやってきて今日に至ってですね、それはたゆまずずっと一歩一歩続けてきているわけですよ。だからそれぞれぞののが頑張ってやっててやる中での ことでででですねあれれあれれここれれ全てできるわけないとこのこと分かっているわけで今回のう給食の中学校給食のこともですねまさに同じようにそれにはっきり申し上げて結構潤沢になればできる話じゃないけれども今はオール京都として優先順位を考えて限りある財政の中で安心安全のですね京都のまちづくりを最優先にして金使っていっていると。 そういう中で今いるのが、まあ、元凶ですよ、そういう中ではあるからですね、これは、審議無料とか、不採択に確保しているのはですね、すべてこの制度、今はできないよと、無茶ばっかり言わんときよということでのですね、これはあの判断でありですね、まあそういう意味ではですね、今、現状、京都市もご存じの通り、大変財政についても緊迫しているという、こういう中においてですね、 優先事業を考えたときには、ちょっと待ってくれというのが正直なところやと思いますので、今の今回の請願も、もうここずっと続いてきている、先ほどの話も、保育園のこと、学童保育のことも、同じことの繰り返し、同じことの繰り返しのですねことでずっとエネルギーを費やすいのは、私は逆にですねこれは税金の無駄遣いと。 私はそのように思いますそういったことも考えて、ですね今後、こういった節目節目のところではいるけれどもです、ね、毎回毎回といったところではです、ね、いかがなもんかということを申し添えて、意見とさせていただきます大道副委員長。えと私は、ですねあのこの議論は、請願が出る、出ないかかわらずですね。 ずっと議論してきたことでございますのであの特段この出たからといってですね、えー、採択あるいは、えー、未採択ということには私はならんと思ってるんですけどね、まあ、その上で実は今までと全く違う論点でですね、えー、ちょっと一点だけ確認をしたいことがございますそれはあの、えー、ちょうど増元市長さんがですね1999年に、えーまあ、立候補2期目だったと思いますけれどもその前でしたかね その時に初めて実はこの中学校給食の検討委員会を立ち上げるということをマニフェストで言われてそれからスタートしたわけですねでそれから実施まで約10年以上かかっているわけですでその今の中学校給食はそれからさらにようやく19年とおっしゃっているんで、ね、20年の実績があるってことですから仮にですね今この委員会で皆さんが審議してですねじゃあやりましょうとあるいはいろんな工夫した形でやりましょうと。 なったとしても相当の期間先になるということは私たち議員は考えてもなあかんと思うんですね。しかしまあ未来に責任がある我々の議員の発言でございますので、そういうことを考えたときにですね、今までちょっと議論のなかった件について一点だけ確認をしたいんですが、最近その病院でありますとかね、会社大会社はですね、全部その自分のとこの施設で給食なり 社員食堂があの施設はあるんですけれどもそこで働くことを全部民間委託してますねあの大体のところが大手はですねでこの私全国のねあの公,公立の小中で、まあ、義務教育ですからいろいろあろ,あろうかと思いますけれども例えば高校でも私学なんかおそらくそういう制度を使われて、えー、民間のその業者さんに、えー、そこの施設の昼食等を、まあ、してもらうと。 ということを一括発注してですねされてるパターンが多いと思うんですけれどもあの京都市の場合ですねこの中学校給食を例えば仮にですよ仮にやりましょうって言った時に今の現状のままで小学校らしいのような全員制の給食とううおっしゃってるけれどもしかし新たな時代のことをいろいろ考えたりですね財政のことを考えますとより 効率的にや選て必要が絶対出てくるのは当たり前の話でございますからそうなったときにです、ね、当然、将来的には子どもさんも減る高齢者が増えるということで人口減少社会になる中で,です、ね、全部の投資はできないだろうということを考えますとでで、ね、そういう手法というのはあの選択の一つにないのかです、ね、ご検討今までされたことはないのかどうかです、ね、この点についていかがでしょうかその点だけちょっと確認させてください。 福室長失,失礼いたします小学校と同じようにということで、実施をいたしますと、まあ、各中学校にそれぞれ給食室を整備してというふうな形もあろうかと思いますが、その場合の施設整備等の試算につきましては、教育委員本人させていただいております。180億の中で、約170億はそうした施設整備にお金がかかるかと。 いうことで試算をさせていただいた次第でありますまたあのその他の方法等につきましてもいろいろあの他都市の状況も含めて今教育委園の方でも参考にしながら検討はしているところでございますがいくらかかるかということについては精査をしているところでございます以上でございます他にございませんか河合副委員長あの この間中学校給食については議論してきましたであの、まあ、財政の問題優先順位の問題ということが言われておりましたけれどもあの当局からの説明の中で言うとやはりあの自由に選べる選択性がいいということをあの前提としたお話になっていると思うんですね。で先ほど松本、えー、市長 が発案された時からの経過でも10年ぐらいかかっていたといううにおっしゃっておりましたが、えー、あのあ全員制にしようかどうかという議論になってすぐにできるわけではありませんやっ,ぱりやっぱりそういうテーブルにねついてもらうというか全員にしようかっていうところがあってからも議論があるまた全員制にしようかというところでも議論があると思うんですが、えー、そういった、えー、方向に向いて考えてくださいと 製会、まあ生涯者の方はすぐやってほしいと思っておられると思いますがあのそういうことをまず始めるということにもまだなっていないわけで検討委員会がありあ今回、まあ、アンケート調査などもされていますそういったことを土台にしながら次、検討していくということをの方向に進むことだってできるわけですけれどもそういう方向でもないという現状の中で あの出されているるもものでもあるで切実だというこの現状が書かれておりますがそういう中で求められているということですので、まあ、あのこの間毎年のように出されているそれだけ切実だということもあるんですけれども駒を前に進めてもらうという点でその、えー、京都市が判断をするために、まあ、議会として議論をして。あの はい、進めてくださいということですから、これは本当にあの大事ですし、何というあの前もあったからというあの並列ではないように私は考えております。す<あ> <laughs> はい、長村委員、あのねこの給食について何もあかんとかいうことをね、まあ言ってないですよ。 でただこ今回の請願について今まで請願のはですねそうやって今,がじ今先生がおっしゃったようにそういうテーブルについて今後ね将来的には見通しとしてねそういう方向で進んでほしいというような内容で請願って出たことあらへんやんもうすぐ中,中学校もう小学校と同じようにやってくださいやってくださいという話の中でこう毎回こう来てるわけやから我々は,我、ね、は今の現況の中で 設備とかいうことの現況の中でどうにかそのよりベターな形で今歩んでるわけで何も今が僕はベストとまってないでだから今後将来的に京都市財政もですね結構こうまあよくなってきた時にこう中学校給食についてもですね取り組んでいこうというような方向が造線改善したりより重視しようということはいつか来ると思ういつか来るけれども今じゃないと。 今は無理よということだから、それをやねも、うもう分かってると、分かってることを何回も言うなというのが、私のですね、思いですわ。何回も言わんでも、大体みんな、分かって、だから、オール京都で考えたときに、いつかこうね、そういったところに、まあ、が当たる言葉は悪いけれども、行くというときは、必ず、そのときは、当然、我々まあ自民党もですね、しっかりやっていこうという思いでおりますから、 今こう出てるものに対してどうするかというのについてはですね、まあきょできょ、去年から1年経ったからで、また1年経ったから、そういうようなことではないということを申し上げているので、まあ、分かってほしいと、以上でほかにございませんか、なければ取り扱いはいかがいたしましょうか、自民党議員団。はい、あの結論は留保。 まあ今回、出たばっかりでもあるので、ただ、次出たら、不採択という形をしたいというのを思っておりますのをの、まあ、やっぱり最初の一歩、どういう方向を目指すかっていうことがあってね、その後の検討で、あの先ほど、大道議員からもご紹介あったように。 松本市長のその政策の中でも決めてやはり一定の年月を経て、えー、形になるということはそれはあるでしょうしかし今あのこうやって請願出されているそういう市民の思いを議会が我々議会がどう受け止めるかということなんですよ。私たちははそういうういい意味でで執行体制じゃありません議会ですから市民の願いをどう 私たちが判断するかということですから、そういう意味では、はい、あの、ぜひ採択を求めたいと思います。公明党議員団、留保でお願いします。民主市民フォーラム議員団。あの、今回初めて出た分なので、留保でお願いします。日本維新の会議員団、はい、留保でお願いします。京都と無所属議員団。今日のところは留保でお願いします。 それではご意見が分かれておりますのでまず留保か否かについて評決をとります本請願は本日結論を出さずに留保とし継続して審査することに賛成の方は挙手願います留保。多数でありますよって本請願は留保といたします以上で請願審査を終わります それでは次の一般質問に関連のない理事者はこれで退席願いますお疲れ様でした次の一般質問につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承願いますそれでは準備が整いますまでしばらくお待ち願いますそれでは一般質問を行います 新学習指導要領、要領全面実施を踏まえた教育の施策についての質問を行います。それでは橋村委員どうぞ、橋村委員、どうぞ。いよいよ令和2年度から小学校、また3年度からは、ですね、まあ、中学校で新学習指導要領が全面実施されるわけですけれども、この間、全面、えー 実施に向けてですね、まどのような準備をされてきたのかをまずお聞かせをいただきたいと思います。清水指導部担当部長、新学習指導要領へのま準備の状況についてでございます。新しい学習指導要領ですけども、今先生からご指摘ありましたように、早速来年のから小学校から本格実施ということになります。新しい学習指導要領の大きな柱として社会に開かれた教育課程の実現。 それから主体的、対応的で深い学びを行っていくということ、さらにそういうのをカリュラムマネジメントを通じてしっかり実施していくと、こういったことが柱かと思っておりますけれども、この3つの柱につきましては、すでに京都市においては、十数年前から先行的な実験として、実践として取り組んできたことでございまして、こういったことをさらに進化、充実させるべく、今、万全の体制を整えているところでございます。具体的には、文部科学省の研究指定校による アクティブラーニングでありますとかそれからカリクラムマネジメントの実践に関する研究そういったことの成果の発表による全市への発信あるいはリーフレット等を作りましてこういったものによって全市に普及させていくあるいは教員研修を充実させていくこういったことも行っておりますそれから新しい学習授業料,料につきましては教育の中身としては英語とプログラミング教育というのがございますけれども英語特に小学校用語につきましてもこちらの方も平成30年度から 全市で先行実施をしておりまして、段階的に29年度から授業実数を確保しながら実現していくというところでございます。また、小学校では担任でございますとか、あるいは専科の教員、それから ALT 等のまあ総合的な教育活動によりまして、英語に触れたり、英語を使う機会を増やすということで、授業を今進めているところでございます。そういった機会の1つとしてのイングリッシュシャワーというのも行っているところでございます。ままた体制整備としましても 先生方のご理解もいただきまして予算をいただきまして、予定の増員も計画的に上がってきているところでございますし。し教員採用におきましても小学校、英語教諭の推進コースでございます。とかあるいはまえ、あ、専科指導の加配、こういったことも含めて今、今準備を着々と進めているという状況でございます。以上でございます。橋村委員まあ、今年度はこの教育福祉委員会でもですね。他都市調査でえまあ、全国でもですね。まあ中からですね。まあ 優れているということで、秋田県にも視察しに来ました。けれども、もま京都市ではこの間、全国学力学習状況調査においてですね。ま政令、市ごとの平均正答率の結果の公表が。開催された平成30年度にはですね。ま小学校で政令市の中で第一まあ、今年度もサイであり。 中学校も全国の中でね、ね上位を維持しているという、大変トップレベルの状況であります。新学習指導要領の下で,です、ね、引き続き確かな学力の育成に向けて、ね、しっかりと取り組んでいただきたいんですが、いかがですか。清水担当部長。 確かな学力の育成定着の向け方取り組みについてでございますまずその前には先ほどの答弁の補足といたしましたプログラミング教育こちらにつきましても必要となる教育活動の準備に向けましてガイドブックの作成でありますとかあるいは実践的な研修こんなことも今精力的に取り組んでいるといころでございます答弁にいだらゆる質問の答弁に参ります学力の育成ということですけれども先ほど申し上げましたアクティブラーニングに則っ,ったような授業改善こういったものの継続的なあの研究はもとより 小,学校小中一貫学習確認プログラム小学校3年生から中学校3年生まで計15回予習、復習それから確認テストとこういうサイクルを繰り返すことによりまして自学実習の習慣を身につけさせるというようなプログラムこちらも全小中学校で実践しておりますまた全中学校におきまして未来スタディサポート教室こちらいわゆる補習でございまして えー、まあなかなか、えー、学力に課題のある子どもたちを中心に各学校におきましてボランティアの皆様方の協力をいただきながら、えー、放課後等を利用した、えー、報酬活動こういったものも精力的に実施しているところでございます以上でございます橋村委員まあねしっかりとお取り組みをお願いしておきたいと思いますまあところであの一昨日でしたですかね、えー、と本会議次で,ですねまあ代表各班の代表質問において、えー、京都等の 江村理沙先生の方からですね、本市の教育施策の紹介の中でですね、全国から注目を集める五章南小学校などのモデル校が生まれる一方で、学力の南北格差が、学力のです、ね、南北格差が課題となっておりましたが、といった指摘がありました。この発言なんですけどね あたかもこの施策の格差がですねこの学力格差をねまあ生むような表現に取られないかなということで大変危惧をしております。協議委員会としてですねまあどういったこの学力の南北格差ですかまああの表現につきましてですね認識をされているのかということをお聞きしたいと思います。私はですねまあこうした課題が本当に 存在をしているのか正しいエビデンスを、ね、把握されての指摘であったのか、ちょっと甚ははだ疑問であったり、よくわからないわけなんですけれども、もちろん、毎年の子どもたちの、ね、それぞれの児業教育に応じてです、ね、学校ごとに差があったりです、ね、そうしたことは、ね、認識としてあろうかと思うんですけれども、教育委員会としてこの指摘をされました。 学力の南北格差というね、この課題がこれ本当に存在しているのか、その認識について確認をしていきたいと思います。清水担当部長、学力格差についてでございます。教育委員会といたしましては、教育政策の格差差がですね、学力格差を生じさせている。またその結果として南北格差が生じているという、そういった認識は一切ございません。 確かにあの個別の学校先生もご指摘ありましたが個別の学校でありますとかまあ地域におきましては例えば経済状況などの課題に伴う子どもたちの学力や学習習慣の確率などに課題があることはこれは事実でございます一方こうした課題はあの市内を例えば北と南の広いエリアを対象として捉えているようなものではなくてですね各学校ごとに子どもたちの義務教育9年間を見通した 中学校ブロックとしての取り組みあるいは各学校ごとの取り組みを進めることで解消に向けた取り組みを現在進めているところでございますそういった意味で教育委員会において南北格差という認識はございませんそもそもこうした学校ごとの課題を解消してすべての子どもたちに確かな学力を定着させるこういったことこそがまあ公教育の使命であるとうう考えております常に一人一人の子どもたちを徹底的に対戦する この教育理念のももとに教教育育委員会も学校も全力を挙げてきたところでございます教育施策の格差が学力格差を生じさせるというものではなくこういった学力格差を解消するために教育施策を進めてくるというのが我々の任務であるというふうに考えているところでございます。具体的には先ほども答弁いたしましたように学力の向上定着に向けたさまざまな取り組みそれからもっと広い意味で例えば「花瀬山の家」での 長期宿泊体験事業、あるいは水先の上での宿泊なんぞ、広い体験活動、こういったもともあの子どもたちの豊かな学びといいますか、それらについては重要でございますので、そういったことも含めて、今、全校、全市で実施しているというふうに認識しております、以上でございます橋村委員、まああの、私も同感の認識であるわけであります。 南北で表現であまり今あまり好ましい表現のではないなというのはちょっとその思うわけでありますけれどもなぜあえてこれを南北格差という表現されているのかその実態が本当にあるのかなということはちょっと今,度私の今質問している中で大変も引っかかりがある部分でありますし、まあ、その議事録があるわけではないんだと時々聞いた印象ではねそう違和感を覚えました正直で。その中中で向かい島少年小中学校 あるいはまた先ほど出ました伏見工業の後にできます京都相和とかでありますんでなんとなく立地的にまあ伏見は南なんで伏見のことを指しているのかなということは感じますしまあその学校名が出たことによりまして向島だけではなく伏見工業なんで稲荷のところなんでまあ伏見のまあ北ですんでほぼ伏見のことがまあ南の中には入っていることはなんとなく分かるんですけれども。 やはりはなんかその表現をつかまれて、あたかもですね何かそういった問題があるがごとくですねされるということについては、今後いろいろとやっぱり、京都の教育を向上していきたいという思いで、いろんな先生方、生徒を超えて、取り組みをしている中で、残念な気持ちでいっぱいです、まあ、節目く私と道端院長、なんで、道端員長、発言できないで、おそらくそんな思いでちゃうかなと思うんですけれども、まなずいてありますけれども。 保田選手も一、ね、心です。生徒は違うけどね、うんうんとて頷いてはるんでね、でまあ、もしよかったらちょっと、私は、ね、とっても残念で悔しい、ね、伏見として悔しい思いがあるんですけども、もしあの久保田選手の思いになり、ね、気がしてもらってありがたいなと思います。挙手してねあの 橋村委員からのお話がありました中であの今あのまマリ社のあの方々の方からもお話があった中その事実と違うっていうところがあのものであればですねあの非常にちょっと私もあの苦しみで選出であのさせていただいているあの一人としてやっぱりあの京都市全域あの中でやっぱり一致団結としてあの 学力の向上でやっぱりその不信も京都でありますので、やっぱりその南北問題っていう部分が、もし仮にそういう意図で言われているのであれば、その部分に関しましては、あのいや節も一つ京都として、あのやっぱりあの同じあのオール京都としてですね。あの伏見も踏まえていただきたいっていうふうに私も思っております。すいません。ちょっと答弁になってるかもしれません。橋村委員ありがとうございます。まあ、私一人の思いであったらあかのように、ちょっとやはりそこは。 あの,の議員としてねあの、思いを共通させていただきました、ありがとうございます、まあ、そもそもこの荒く南北ということなんでね、これ、実際にどこを指しているのかね、ちょっとお聞きしたいんで、まあ、あの代表質問でされた質問ですんで、まあ、京都の江村先生におられるのは残念ですけれどもね、森かれん先生おられますんで、この南北の,です、ね、この南町はね、実際に具体的にどこを指しているのか、そこを、まあ、知らないとね、まあ、間違った認識で。 しててもいいいかんのでで、えー、教えたただければありがたいです森ご指名がありましたので発言をさせていただきましたけれども、まあ、そもそもこれ代表質問の,あの本来とは違うところでの発言の中であの本来この常任委員会で取り上げるべきは、まあ、案件なのかと言われると私はは,なはだいあのあの疑問に感じますしあの南北格差というような表現をさせていただきましたけれどもあのこれは世間一般的に あのそういうような言われ方をしているというものはあの皆様もお聞きをされていることもあるかと思いますし特段、伏見をさしているわけでもございませんのであのそういったエリアでどこだというようなことも言っているわけでもないのにあのそういった代表質問の,あの取り上げた発言をとらまえてちょっとそういったことを議員会で私を取り上げるということはちょっと筋違いではないかなというふうに思います。橋村議員あの代表質問 まあどの位置も重いと思うんですけども代表を進めてものすごくやっぱり議会の中で大事にしながら個人の意見も踏まえながらやっぱり政党を代表してねその思いを市長に副市長にぶつけていく中で一番重いと我々思っているわけなんですけどもそうした中でそこを基本にしながらそれぞれ委員会それぞれ予算決算などねそこを中心に組み立てていくのが私基本かと思うんですけどもやはりそのね我々としてそのしっかりとその南北はよく わからない中でね、あえてそのどこの場所であるんですかということを素直にお書き下げさせていただいたわけでありますので、その伏見が入ってる入ってない中のこともよくわからないわけですか、そ,この,その部分は。はいお答え、ね、なくても結構ですけれども、しかし一般的に見ると、北と南で言えば、伏見が南に入ってなったら、なんかね。 どこが見ないかというようなこともありますし例えば言葉でその南区ですね南区も南のように思いますし東海道線ではあるのかですねおそら,らく山科区がですね南になるかならないのか河合線の右京にしかどうかとかねいろいろこう思うわけなんでやっぱりこ基本的な部分なんで私はしっかりと教えていただきたいと思うんですけどまあお答えいただけたのは残念でしたしまあ お答えいただくも結構ですもう一つ聞きたかったのは、やっぱりその南北格差ですね、学力の南北格差と言われるんで、その何を根拠にね、こう例えば何かの数字があるのか、何かそういうものがあって、学力の南北格差ということが言われるんであれば、あそうかなと思うんですけど、あんまりそのようなものも聞いてる側からいたしますとですね、うまくキャッチでき,できてないし、できたら、これについても、 代表質問でなされた、京都を代表してなされた質問ですので、その根拠についても教えていただきたいと思いいますすかがですか森。 やデータというようよなお話がありましたけれどもあの私たちはあの、まあ、部屋会議やあの、まあ、あの委員会とは違うところの場であの学力あの共通学力テストの、まあ、学校別の一覧を出してほしいというような、まあ、要望もさせていただいたんですけれどもあのそういったところはなかなか出せないというような回答が続いてきた中であの私たちあの教育 行政には携わらせていただいている立場ではありますけれども、至極詳細なデータというものについては、やっぱり教育委員会のことから出していただければならないというところで、そういったところで、個人情報であったりとか、学校のそういった変な差別の上昇につながりかねないというような、いろんな諸事情からそういったデータをご公表いただけないという状況下の中で、でも、 あの言われてるところであっても特に伏見、まあ、が含まれている含まれないというところが、まあ、お気になさられるのは分かるかもしれないですし確かにあの代表質問の場で「まあ、南北格差」という表現をさせていただいたのであの、まあ、そこに対してあの、まあ、お怒りをお持ちなのはあのそれは。 あの確かにあの言葉足らずであった面はあろうかと思いますけれどもあの先ほども申し上げましたとおりあのやっぱりあの世間一般としてまあそういうことをまあちょっと言われているというようなところもある中での話というところでまあの発言をさせていただいたというところであると私は認識をしておりますのでもうこれ以上の言及を差し控えさせていただきたいと思います八村委員 世間一般に、ね、そういう言われ方があるということで、私はあまりこの学力の南北を拡という表現は聞いたことがありません。例えば、施設が、ね、古い、新しいとかいう,ようなことであれば分かり分かりやすいですよ、地域間のね。しかしこの学力のという行為についていることにもすごく違和感を感じて、おそらくその、太田先生も、ね、違和感を持たれたなと思います。どこからそういう根拠があるのかなとで、まあその教育委員会がデータを出さないという話もあったんですけれども、それはさておき、 い、まあ、いろいろとこう自分なりに今、今日の中から資料を見ていたら、まあ、例えば、あのいえー、京都府からですね、えー、前回、前々回に出会たあの松永拓也ね、のビタの中にですね、えー、公立、高校、学校、教育、う環境の南北格差に勝つというような表題で、ですね,、まあ、こね何が言いたいのかなと思うと、要するに有名,の有名国立、公立の大学にですね、 どこの学校からたくさん受かったかという、まあ、そういう一覧表で、京大が何、東,、えー、東大が何、神戸大学、で大阪大学、まあ、そこは有名らしいんですけどね、その4校に行っている京都市内の公立高校のランキングで、まあ、紫のから堀川とか山城とかがあって、まあ、要は鳥羽校と桃山高校はランキングの概念なんで、これが各社という,う感じで書いたんですね、こう読み取るとね。 て聞いいからないですよ。そういうまあそんなことをですねなんかこうした反応かなとかですねこう思ってみたりですね分からないからね思ってみたりとかですねうんと思ったらねでこれこれをですね公教育のね南北格差と言わずしてどうであるって書いてあるんでもうそういうそうそいったはんですけどねでまあまああと資料がないたまたま南区からこの前京都のから出られましたあの田中 女性の候補のホームページを見ておりますと、まあ、ご自身ね、あの塾の先生やと言いんですが、まあ、この方もかなりその自分のです、ね、政策提言とかです、ね、まあ、これ、ホームページに載ったったんでね、見ますとです、ね、まあ、要するに京都市南部、南区も、この方は含む中で,です、ね、大変、えー、もっとレベルアップをしなければいけないということで入ってますんで、まあ、なんとなく、南区、伏見区からということは。 理解ができてきたわけでありますけれども、まあ、それがは,、まあ、はっきりとした答弁がありませんので、あくまでも推測でございますけれども、まあ、この方もですね、まあ、京都市南部にね、やっぱりなかなか、えー、厳しいという中で、同じように、えー、国立、公立の大学、進学の中のですね80%以上が、ね、偏差値63以上の高校を卒業しておられますが、まあ、残念ながら、えー、南部にはですね、 偏差値63以上の国公立の高校は京都教育大付属高校と府立桃山高校の自然科学コースの2つのみであって南区にはありませんというまあまあなんとなくそういう,うな感じのニュアンスかなと受け止めているんですけれどもいずれにいたしましてもしっかりとした、えー、お返事を聞かせていただければもう少し議論もできたんですけれどもまあ、えー、そのようなね答えられないということでございますのでまあここについては 今日の段階ではこの程度にとどめさせていただきたいと思いますそれから次に行きますけれどもま私はえ今様々な社会環境の変化などですね。ま、子供を取り巻く状況が複雑化多様化している中でま我が党のですね。吉明彰議員もま有田教育長がですね新教育委員会制度の下で教育長として就任された。 平成27年度の5月司会で、経済的格差と子どもたちの学力との相関関係がを指摘しております。まあ、その中で、家庭環境によらず、すべての子どもたちがその可能性を最大限に伸ばすことのできる教育環境を整えることが重要であると指摘してまいりました。この間、教育委員会においても、そのことをしっかりと踏まえて取り組まれてきましたし、まあ、何よりも教職員が本当に 子どもたち一人一人のために全力で日々取り組んでいることを認識をしております。改めてこの新学習指導要領全国全面実施に向かうにあたりまして一人一人の子どもたちを徹底的に大切にする本質教育の一層の推進に向けた教育長の決意をお聞かせ願いまして終わりたいと思います。有田教育長えあの子どもたち 様々な能力を持ち、また限りない可能性を持っているというふうに思います。またそういう子どもでありましてもですね、さまな課題もまた持っていると、そういう個々の子どもたち一人一人をですね、徹底的に大切にして、子どもたちの可能性を最大限に開花させるというのが教育の務めたというふうに思っております。まあ、そのそういった子どもたちが学ぶ学校につきましてもですね、良いところまた課題があるところさまざ持っておりますし。 そういった学校の良いところ、課題をですね、えー、良いところを伸ばし、課題を克服する、そういう手助けをするというのも、教育委員会の大きな務めだというふうに思っております。えー、子どもたちがその生まれ育った環境に左右されず、夢に向かって努力できる、頑張れる、そういった社会を実現する、そのために大きな役割を果たすのが、教育の務めだというふうに、常々、私どもはあの学校現場に対しましても申しておりますし、そういった まあ高い理想ではございますけれども、その理想に向かって、先生方のご指導もいただきながら、一歩一歩進めてまいりたいと思っております、一人一人の子どもを徹底的に対策する、この京都市の教育の伝統を対策しながらこれ、これからも努力してまいりたいと思っております、以上でございますこの件に関連して、他にございませんか、はい、大道副委員長議事進行についてでございます。 えと今橋村議員の発言の中で、あの果実の本会議の件についての議論がございましたであの、私どもも含めてでございますけれども、議員であるべきでございますので、その発言は極めて責任を持たないといけないと、こういう立場でわれわれ議論をしているところでございますが、私も南区の議員として思いますことは、あの極めてその南北格差ということの、 表現が根拠を持ってお話をされる場合はそれはそれとして受け入れますししかし一方でその固定化したことが一人歩きしますとしっかり勉強して頑張っている子どもたちに大きなまたその進路あるいはその親御さんに対しても傷をつけてしまうということのことも考えなくてはなりません先ほど森委員から筋違いの話と。 ということもございましたしただ曖昧な表現であればということでもございましたので、この教育委員会での議論には、まあ、あのなかなかそごわない話もございます。で、火事の本会議の質問でございますので、私はあの委員長がですね、今日のこの議論をぜひ問うんではなくて、しっかりこの状況を、議論の委員長にお伝えいただいて、ですねあとは理事のメンバーの方にしっかりご判断をいただいて、 適切な判断をいただくというのが一番賢明だと思いますのでそういう取り扱いをお願いをしたいというふうに思います、はい、それではこの件については私の方から議運の委員長にお伝えしておきますのでご了承願います質疑の途中ですが暫時休憩いたします再開時刻は3時55分といたしますなお5分前に 予告放送を流しますのでご了承願います,トイレ休憩ですまだあります